日本シリーズの第4戦、さあゲームは後半に入ります。前半は中日が7対0と中日ペースでゲームが進んでいます。西武ライオンズ先発ピッチャー、この回から左の三井が上がりました。東野さん、今日はここで見ますと西武は継投ピッチャーの使い方という面で言いますと苦しんでますね。いやもうこういう状況で7点差ですから、しょうがないでしょうね、はい、どこに打線が、まあ、突破口を見出していくのか。このままこの試合を静かな展開で終えてしまうならば2勝2敗の回、まあ、この後を考えていきますと5戦6戦7戦が、5戦目川崎、川崎健司が来るのではないかと、いう中で、まあ、この第4戦をどういうふうにですね、こう勝ってあるいは負けてというふうになっていくのかなんですかね。井上が出ました。追加点のスリーランの当たりはセンター前ヒット。だからやはりまあ、ライオンズ、まあ、今日のこのゲームの中では早々ライオンズの投手陣、まあ、そんな無理とかできませんからね、ある程度明日のことを見据えて、はい、の登板ですよね、ノーアウトのランナーが出ました。宮本さん、シーズン中はこのドラゴンズ打線といいますと逆転のイメージが多かったんですが、はい、こうやって優位に展開を進めていく中でも大量点どん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 こう緩めることなく最後まで突っ走るというような打線でもあるんですか。まあ、特別日本シリーズっていうのはやっぱり大きく流れ変わったりするので、そういう集中力を切らさずにですね、はい、やってる姿はよく見えますね、特に低めの変化球の見極めはやっぱり西武のバッターより中日のバッターの方がですね、しっかり見極めてるなという印象ですね、はい、今日はスタメンで9番レフトに入っています大西。送るセカンド投げますがアウト。これは栗山さんセーフですね、ですかね、はい、の意識ですよね、オフリーターブではないんですけど、狙いますよね、はい、結果的にセカンドフォースアウトです。ワンアウトランナーが一塁、大西のバッターランナーとして残るというところでダイソーを送ります。秀則です。こういう形で栗山さん、この展開の中でもダイソーで秀典を送るというようなことをするんですね。まあ、これは守備のことを次の回から、ねですね、決めたりとか、はい、ですから宮本さん今言いましたけど、見てる側でやってる側は多分こう流れを変えたくないとか、はい、バッテリーミス、ヘッドスライディング、何かこう中日がリードを許して追いかけているようなそんな気迫を感じます。1点でも多く取っておかないとというのは、これは本当に西武打線も大量点というのはあるんでね、はい、そういうのをすごく感じる部分というのもあるんじゃないかと思いますね。大木さん、勝ってても絶対に隙を見せちゃいけないんでしょうね。そうですね、とにかくね、野手というか選手のね、非常に使い分けがうまいですね、落合監督が、はい、まあ、やっぱり使うことからという、まあ、そこに原点があって、はい、選手が上手になったり、はい、いろんな場面を作るというね、まあ、あと講釈みたいななんでというような感じがする場合もあるんですけど、はい、それがきっちりやっぱりハマってますよね。チームの支配下選手というのは70人いるんですが、中日は今年大木さん57人使いました。あ、すごいですね、やっぱりその中でチャンスを掴んだ選手がたくさんいますもんね、はい、ファームとの連携を密にして、そして2軍から上がってきた選手をすぐにね、大木さん使うんですよね、落合監督は。いいですね、やっぱり選手にとっては、はい、やっぱり使われて初めて力が見せられる、だんだん慣れてくる、まあ、そういうところをね、よくやっぱり見極めておると思いますね、はい、打順が1番に帰った荒木です。宮本さん、はい、中日は去年に比べてほぼ現有戦力で戦った中で、はい、落合さんに監督が変わって、はい、何かこうどうなんでしょうか、チームカラーというのは変わったという印象ありましたか。
カラーが変わったといいますか、ピッチャーを前面に押し出してというのは変わらないと思うんですけども、はい、その守りという点でですね、やはり今打席に立っている荒木君の守備面で の, 成長というのはもうかなりしっかり、センターラインがですねできてですね、はい、守り中心にというゲーム展開でですね、はい、そんなに大きくは変わってないとは思うんですけども、荒木君のやっぱ成長が、全然違いますね、昨年と比べると。そうしますと落合ドラゴンズの象徴、この1番セカンド荒木というの、そしてこの後のショートの井端、この二遊間のセンターラインが固まってきたかなという印象でしょうか。はい、井端君はもともと力ありますので、荒木君の成長が大きいと思いますね、はい。ライオンズが出てくるピッチャー、出てくるピッチャー止められません。これも栗山さん、はい、まあ、見た目はこうなんでしょうか、決してこう綺麗なバッティングではないんですけれども、ヒットになりました。そうですね、本当に見た目のヘッドスライディングしますよね、気持ちとか勢いとかいうものがね、はい、もうほんの少し外方向に飛ばしましたよね、決して緩めません中日です。7点リードから荒木のタイムリーで8対0、とにかくイケイケムードのレフトスタンドの中日です。さあ、そしてバッターボックスは井端です。ここも宮本さん、荒木井端のコンビネーションというのを中心に読み解いていっていただきたいんですが、はい、8点のリードを持ちながらも、やはりこの 1,2 番というのは崩すことが来ると思うんですけどもね。はい、やはり隙を見せればですね、荒木君は走ってくると思いますし、まあ、井端君は普通に来ると思うんですよね、はい、無理に右打ったりとか、細工しようという気持ちは多分ないと思いますね、はい、自分のバッティングをしようと。あとは荒木君というのはやっぱりその隙を見せるとですね、やっぱり先の塁に盗塁という形があると思いますので。そうですよね、シーズン39盗塁をしました荒木が1塁です。タイムリーを放ちました。バッターボックスは2番の井端、ショートゴロ待って取ります。中島1塁送って、ここはダブルプレー完成。しかし6回の表、さらに点が入りました中日です。8対0とリードを広げています。